こんばんは。ありがとうございます。なんかさ、久しぶりな気がするけど、昨日私配信しましたっけ？久しぶり。今日はポニーテール。じゃん。じゃあね、今日はね、企画配信でするお揃いのアイスを。やひことしてたんか。配信でするお揃いのお揃いのアイスクリームを発表します。じゃあ行きます、行きます。3、2、1。こちらです。ヒントがこちらになってます。何かわかるかな。ちゃんとアイスです、アイスです。ちょっとなんか多分みんなが引っかかる、多分これはわかると思うんですよ。ここはわかると思うんですよ。ここかな、わからないと思う方は。1,2,3,4 個の意味。じゃあ多分みんながつまずいているところのヒントはこれなんですけれども、これ2個書いたのにはちゃんと意味があって、じれたいな答えが言いたくなっちゃうな。ちょっと言いたくなっちゃう。なんでこれが大きいのか、なんでこれが小さいのか、この2個の関係性とは。はい、もうここまで行っちゃいましたよ。あ、そう、これはお名前です。商品名かな。これここですね、ヒントは。でもここかわいそすぎる。ないんですよ。これ全国アイスかな？全国アイスですか？大丈夫かな？心配。じゃあ皆さんこれをね、一緒に配信しましょう。全国アイスですか？一旦消しちゃう。なんかね、またあの今日バレンタインデーじゃないですか。あ、ホワイトデーじゃないですか。今日ホワイトデーということで、ちょっとやばいものをね持ってきちゃったんだ。じゃーん。手作りチョコけれども、これ冷蔵庫に入ってたんですけど、バレンタインデーに私記憶喪失してる。みんなホットケーキミックスを入れて作ったんですけど、これは生チョコを作りまして、はい、だからこれ冷蔵庫に入りっぱなしだったんですよね。だけど一粒食べたいと思います。うん、でね、覚えてない。じゃあ皆さんにあげたいと思います。
私がねみんなにあげたからっていう感じだけど、ちょっとじゃあ逆チョコということでどうぞどうぞおいしい。うまかい。うんうん。うんうん。それでですね、次はですね、ちょっとこれ、あーそういえばなんか私ね、ちょっとね、あの今なんかイベントが開催されてるらしくって、全然詳しくね分からなくってね、ちょっとあの今さっきマネージャーさんにお聞きしたんですけれども、バレンタインデーの今日から16日までホワイトデーキャンペーンみたいなイベントが開催されていて、誰かルール分かる方いらっしゃいますか？ルール分かる方いらっしゃるかな。なんかちょっと私一応理解したんだけど間違ってるところあるかもしれないですけれども、なんか専用のなんか薄ピンクのハートを投げると、そのハートが1000個たまると、なんだっけ、クマの、あ、待って、こうやって言っていいのかな、え、かえちゃん言っちゃダメだな、え、どうなの、え、何がもらえるか、あー、分かる、そう、ぬいぐるみがもらえるというイベントみたい。大丈夫、よかった私が今商品を言ってしまったなんて、なんか一個も持ってなかった、なんででしょうかあ、私チャレンジ、あ、エントリーしてないのかな、私って、え、どういうこと、あ、ツイートしなきゃ、え、どういうこと、あ、え、で、それをもらえるのかな、ツイートとメンバーの配信したらもらえる、あ、なるほどね、なるほどねなるほどね、そんなことがあるんですね、へえ。こっちが聞きたいごめんごめん、私もね、そう、ついつい知ってね、そう、かわいいイベントだ。え、でもね、あのみんながあのショールームをね楽しく見ていただくということを第一にあの今してるから、あのね、何、え、でもエントリーされてるから不参加とかはないのかな、わかんないけれども、全然なんかそれにとらわれずに、それだけにとらわれずにあの配信をしていこうって思ってます。なんかもう申し訳ない、みんなに、そう今回はお仕事じゃなくて、あのいただけるプレゼントということなので、それでは本題に行きますねあの私なんだっけあのそう、行事配信で、企画配信でなんか餃子をね、餃子をあの包む配信をするって言ってたんですけども、その包むまでの過程は755でちょっと動画に載せたいなって思ってまして、でもそういえば最近あの餃子を食べに行くことがあっても自分で作ってなかったんですよ。それか母親が作ってたから、ちょっと餃子の作り方をもう一回ここであのおさらいしたいなってお題です。でもの皮から作る、皮って何でできてるの、まずじゃあその1、
なんか必要なものあるかな。え、待って、小麦粉って何に使うの。はい、あ、まずお買い物。手洗いうがい大事、これが一番大事です。そこ、え、っていうかさ、本当に一番大事なのってこれじゃないですか。じゃあ今回のポイントっていうことで、じゃあこれ、波の店丸2。え、次なんだろう。次はまず具を切るところじゃないですか。具を、その具とは何か。キャベツ、ニラ、なになに、カッポを、カッポを切る。待って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 ください、待ってください。タケノコ、タケノコ、キャベツまたは白菜。待って、白菜、え、待って、あ、ちょっと待ってください。これ、あ、お肉もかな。お肉の種類は豚ってかけるかな。待って、豚肉は切らなくていいのかな。あ、切らなくていいか、ごめんなさい、間違えました。切ろうとしてました。ニラ、キャベツ、ニラ、何にしよう。なんかもういいかな。え、ニンニクって入れるの。入れるの、入れるの。ひき肉って切る、切らないよね。え、ニンニクって入れるんですか。私、え、私のうち入れてますっけ。え、どうですか。白菜、タケノコ、肉の味わかんないんですよ、あんまり食べたことなくって。そう、ニンニクの正体がわかんない。なの、あれどこに入ってるのかがわかんないの、ニンニクって。あれって、まあ、野菜ではないけどさ、でもわかんない。まあよくって、じゃあこのね、4つ、とりあえず4個を違うの。嘘、まあみじん切りにしちゃおうか。え、どう、怖い。え、千切りの方が大きいの。あー、怖い。やばい、ドラさんキッチンやばいな、これ。ちょっと待って、ドラ、え、あ、千切りは、あ、確かに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 、え、待って、で、みじん切りなんですっけ。これらを、らを、みじん切り、これらをみじん切りにすると。そしてですね、丸三はそれらに加えてひき肉を、お肉を混ぜるでいいかな。こねる、あ、こねる、これら、これらってと
なんて言うんだろう、混ぜ合わせる、こねる。え、なんですか。こねて、なんかいい、わかんないな。こね合わせる、こね、混ぜこねる、こねて混ぜて、混ぜ、もうわかんなくなっちゃった。こねて、まあ混ぜるみたいな。じゃあここまでおさらいします。ちょっとみんな同じ認識で進めていかなくちゃ。手洗ってうがいをして、キャベツとニラと白菜とタケノコを、これは千切り、あ、違う、みじん切り、千切りじゃなくて、これはみじん切りにして、でこれらをひき肉とこねて混ぜると、それでこねて混ぜて終わりかな。終わり、え、調味料いるっけ。やばやばい、え、油入れるんですか。え、入れるっけ、餃子に油って。あ、え、何入れればいいんだろう。水。味付け、味はいるか。塩コショウかな。こっちにあるかな、心配。ごま油、ごま油、え、水やっぱりいるよね。水、え、どうなんだろう、砂糖と塩って入れたら打ち消さない、なんか。え、調味料と下味って何が違うの。カレー。待って、読めない。え、醤油。待って、みんな何が正しいのか分かんなくなっちゃったじゃん。じゃあとりあえずごま油と塩、胡椒はいるんですか。胡椒はどっちだろう。胡椒でいいですか。水いらない、胡椒必須、オッケー。こうし、白菜と餃子、だじゃだ、たけのこを入れて、え、それらをみじん切りにしてっていう感じ。皮は作れる気がしないです。皮はさすがに買おうかな。どう、市販のものを買おうと思います。うーん、そんね、皮は買うのが正解。やるけ、そんな感じ。できました、イエーイ。これでもう多分もうキンキンです。本番はなんだろうな、安心して迎えられるように、私もイメージトレーニングするので。はい、かわいい、そんなありがとう。ピアスじゃないよ、やり、そう、うまく作れる、包めるかなのでね、冷や汗が出る。妹は料理するか、あ、たまにしてますね。お皿とかも洗ってます。洗ってますね。今日は赤のワンピース、そうだよ。うん、なんとね、19にて、ドラフト3期生5人のね、ドラフト3期生のね、ドラさんクッキングがね、配信されるみたいなんですけれども、私本当に不安しかなくて、あ、17だ、ごめんなさい、19はあれだ、アイナさん御殿、アイナさんの御、アイナさん御殿、アイデア御殿だ、ごめんなさい、17はドラさんのやつ、19日がアイナさん御殿なんですけれども、本当に
心配しかなくて、だからもうなんだろう、みんなになんかもう迷惑かけたくないから、私なんかどうしよう私なんかもう、うん、しかもさ、生配信ということですよね。本当に危ないなって思います、私の知識。そう、心配だよ私。だから、でもなんか最後にドラさん5人でね、こういうお仕事をね、活動させていただけ、とても嬉しいので楽しみもあります。楽しみ、野菜洗う係とか、もうそれならまあ、755の動画可愛かったって嬉しい。なんかね、755にね、動画投稿した後にあのとあるメンバーから、なんか、あ、ゆめからなんか連絡が来て、なんかその私言われた、嬉しい。ツボおりましたか？たまに、じゃあ載せますね、動画755って保存できるのかな？まず、あのこの4か条はどうしよう、あのどうしようじゃなくて、4か条はあの周知配信の時、はい、という感じです。とりあえずね、皆さんはね、あの今日お話ししたアイスのことを考えてくださいアイスに集中してください。よろしくお願いします。なんか4か条すごい面白いやついっぱいあった。なんか朝起きて帰りが好きだを10回連呼するとかそんなのとかがあっていいねって思っちゃった面白いのいっぱいあったし、私も私でね考えるので、その新しい行きましょうあー、ということでアイスに集中。そうだね、今今日もありがとうございました。明日も21時の予定です。はい、ということでバイバーイ、またね、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ、またねー。